8時からはウェザーニュースライブサンシャインが始まります。次の担当はサンシャイン小島さんです。お願いします。皆さんおはようございます。この後8時からウェザーニュースライブサンシャインを担当します大島リノンです。よろしくお願いします。大島だよって言って大島だよやった小島さん知り合いにいました。いや小島さんねあんまりいない。あいないですか、うん、でも大島より小島の方があポピュラー。いやなんか、うん、あのお笑い芸人の方でね多いですよねやりとりがあるから小島のこうね、そうそうそう文言がすごく頭に残りますよね。そうなのだから小島だよ、うん、じゃないよって自分に最初、うん、あ、いい気がした。そうでもなんか小島だよは語呂いいじゃないですか大島だよはあんまなんか確かに4文字になっちゃうからね。そうそうそう、なんか確かに小島だよの方がそうなんですよ。なんかあれはワンフレーズとして。確かに。そう。え、でもこの振りされることない？いや結構ある。ある。あります、あります。ね、なんか有名になりましたうんうんうん、じゃないですか、うんうん、でもなんか小島さんの方が言われてるのかなって思う、うん、大島さん大島さんみたいなで小島だよを引き出したいのかな。あ、確かに。そうだからちょっと大島でよかった小島だったらもっと言われてたんだろうなってっ、ね、そうすごく思います。確かに小島さんって言われて大島だよはの方が少ないですよね、うん、少ないです多分、ね、たまにいるけど少ないとは思うちょっと変なふりしていいえいいえすいませんいいえいいえありがとうございます。いいいただき全然なんか言いたくなっちゃった、ね、ありますよね。そう言いたくなっちゃいました。あるある。はい、あとほら地名でもたまに内田だよって間違えられることあんまりないですよね。そう思ったんですよ私も。なんかあるかなと思って、うんうん、ユッキーさんだったらそうそうそう、あ、外田さん外田さんも、ね、なかなかねあんまりないですよね、うん、そっか。そう地名もありますね私ね。そうさっきもね、うん、アイコン出てますよねいつも思っちゃう、なんか反応しちゃわないかなって。あ、大丈夫です。大丈夫。そう。お天気アイコンも絶対関東のところに、うん、あります、あります、ね。大島さんいるから。そうだから関東生まれでよかったなって思います。うん、見慣れてるじゃないですか小さい時から。確かに。え、うん、あるんだってはならない。ちっちゃい時になったけど、うん、あ、そういう地名あるんだ。うん、一緒みたいな。うんうん、ね、うん、え、行ったことありますか？ないです。さすがにね、大島さんでも大島に行くってなかなかね。ないですね。うん、行くの大変そうだから、ね、あ、奄美大島とか ね、いろんなのがありますから ね、そうなんですよ。結構大島いろんなところで見る、ね、うん、ちょっといろいろなんかいつも大島の疑問があったので突っ込んじゃいましたがいやいや、はい、この後もサンシャイン大島さんが、うん、はいはい、担当してくれますそして今日はですね